寒いですね。そうですね、今ワンオーバーで来てて、タイが何人かいるので、ちょっとできたらバーディー取って一つへこましてパワープレーで回りたい。70代を目指して頑張りたいと思います。皆さんに迷惑をかけないように。前半よりもよく43以下で回ります。入る入る入る入れる。3アンダー。お願いします。お願いします。あ、また降ってきた。あ、落ちた。もう一個ずっと回った。もうやだ。お願いします。ナス。オッケー。初めてドライバーが大ミスになった感じ。無理せず、多分全然狙えないので出すだけになると思います。多分後半はこの寒さと風の戦いになると思います。61ヤードです。ただ風が結構あるので距離感が。歩き始めてもなんかちょっとカッコつけてるんだ。全然大丈夫。どうしようか。マジか、あのバンカー入っちゃうの。なんか普段あんな低難度じゃないんですけど。お手本のような低難度だよ。さっきのはユーティリティで打ちました。この左の木が気になったので、ちょっとこうフックをかけてユーティリティで打ちました。多分スプーンとかだとあの辺のちょっと木が気になるようなとこに行っちゃうので。なんか抜けた感じ。ナイスオン。これは行ってそうですね。あ、ちょっと前か。でもナイスです。試合とかも出てるんですか？これから来週からスクラッチ選手権っていうのがあって、それにエントリーしてます。いいですね。いや勝てないですね。前哨戦ねこれ。今日から蹴るで多分。係なく今日より緊張することはないと思います。そうですね。いや全く緊張しないかもしれないじゃないですか。今日もね。してます。手が震えるって言ってますよね。もう治りました。もう治りました。寒いからです。いや違います。今もちょっとこうフォローを見ていつもよりちょっとちっちゃい番手で持ったんですけど58ちょっと見すぎてるんですかね。またショートで寄せたかったな。うまい。そうです。素晴らしい。今度ついオッケーとか取っちゃいそうですね。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。でしょう。すべてのバンカーを越えていきます。すべてを越えていきます。何も感じない。なんか足跡に入ってるんですけど。顎高いんですけどグリーンのまあ近くまではいけるような、まあ、距離と高さだったんですけどなんか足跡に入ったのでもうちょっとこうちっちゃい番手じゃないとダメだなと思って9番アイアンで打ちました。面ってどっちからですか？ありがとうございます。結構傾斜してたみたいですね。すごい戻ってきた。私結構上りだと思ってたんだけど戻るぐらいですからね。でもなんかあるように見えるんだけど結構いきそうですもんね。ナイスの先場所しました。ありがたい。後ろ。ナイスバー。ナイスバーディー。ナイスバーディー。取りきった。ああ痛いな。取りストリート。何の範囲ですか？大きかった。55あったんでいいと思ったんですけどね。ナイスイン。ナイスパー。これはすごい。ナイスパー。あ、緊張感あったね今のは。ナイスパー。です。外しちゃいけない方に外しちゃいましたね。めちゃめちゃ上から早かった。しょうがないかな。切り替えて。美穂ちゃんがストーリーしたって言ってる。どういうことだ。美穂さんには勝ちますけど。勝ちます？日節頑張ります。そうですね。バンカーまで何ヤードですか？右の奥のバンカー225で入ります。頑張ります。オーバーディーだ。ダメです。ダメです。ボギー4分ぐらい。ボギー4分よりかはダブ2つの方が。嫌です。タエちゃん。はい。で10代ってこと？18。この間高校卒業しましたね。めっちゃ若いね。グラウド僕2番目に若いじゃないですか。ってことは体力で勝たなきゃいけないんですよ。あ、どういうことそれ。後半私がちょっと体力若い分体力落ちてきたところに美穂さんはさっきの前半のペースでいくから僕はケツ上げなきゃいけないんですよ。まくってみたいな。まくっていかなきゃいけないんですどんどん。だからもうここからもうガンガンバーディーガンガンショット狙いにいってる。私体力温存しとくわ。これ以上荒れないように抑えて。これは2バーディーで18番迎えてイーグル取って4アンダー。4アンダー。4アンダー。ちょっと低く木の下を通していきたいと思います。グリーン周りちょっとこう傾斜してると思うんで。転がって乗ればいいかな。オッケーです。あれでいいです。なんか気になったんですけど、このへこみに入ってたんですよ私。取れなくなっちゃう